テーションを早めに作っておいて、まっすぐ当ててからこうリラックスしてラケットヘッドを少しこうワイパーのようなこういう動きですね。こういう動きの時に顔の位置が動くような感じっていうのを注意して、できるだけこうやって顔の位置が動かないようにすることによって、このインパクトのバランスが崩れにくい。このヒットした後はそれほど問題ないですけども、この状態の時のバランスがすごい大事ですね。こういうふうにならない。だからコツとしたら、僕は左手を後ろに引いていくような感じのイメージを持つと、長くフォローするが前に取れて、